んちくわ数玉行ってきました。味南味南蛮漬け13パ、サバの煮付け14パ、魚ばっかりやね。チンピラごぼう、100円。メインディッシュチキンカツ弁当318円。これ超ボリューム激重ということで、サバとアジはまた今度呼ばれます。これチンしようか。チンよいしょよっこいしょどっこいしょよいしょ。でここで倒さん、いけば。一回チャンスは一度2分ぐらいせなあかんっていうこと？分からん。せなあかんということやろうか。1分じゃ短いんかね。よいしょよっこしょい。チンピラごぼいただきます。昨日やったかな、あのキムチポッカ、豚キムチ作って、んでなんか稲荷残っとったん出てきて、んで稲荷について喋ろうかな思ったら、あのあれ何 LINE の電話が鳴って、んで中断して、ほんならもう稲荷の思い出について喋るの忘れとって、それが気になってね。あ、ちょい良くなってる。
こういうの私家計変派なんですけどね、やっぱちょっと愛想ないかな、よかなっていうか、べちょべちょやし、べちょべちょ、美味しい。ボリューム満点。ヤング向けやねこれ。私鳥とか苦手やねんけど、これはいける。私あの予備校卒なんですね。高3かな。高3の時そんな進路なんて全く考えんと、もう普通にしてるいうか勉強もしてへんし、大学行くのがさらさらないし、ほんならもう別に親に相談するあれもなく、そういう会話もなく、んでそういう受ける受けへんのも最終段階ぐらいかな、多分どうやろ親から言うてきたんかな、どうすんねんみたいな、いやどうもせえへんみたいな、ほんな親父が怒ってね、まさかやったんかな、ほんで大学は絶対行かなあかんいう話になって、いや行かなあかん言うてもその勉強してへんし、頭もクソ悪いのにその行かれへんしみたいな、いやそんな受けんと分からんやろみたいな、いやその受けんでも分かるやろみたいな、ね、絶対そのなんちゅうのアホ大学は絶対あかんねんね。うちの親父はなんちゅうの学歴主義やって、めっちゃ
そんなアホ大学、名前書いたら通るような大学はね、私学のね、なんか絶対あかんかって、まあ言ったらちょい下の上ぐらい、下の上もあかんのかな、中の下ぐらいやったらまあまあ許すでみたいなところで、ほんでとりあえずまあ受けようかみたいなので受けて、なら通るわけもなく余裕で滑って、ほんなら普通に予備校行けいうことになって、で予備校に行くわけなんですけど、それが難波にありますね。難波言ったらめっちゃ都会ですやん。ほんで初日言うんかな、行ったらもういっぱいですねん、もう教室ほんならその喋ってはる人が、今いっぱいですけどもう心配せんでもだんだん減っていくから言うて、言うてはったんですけど、案の定私次の日からもう全く行かずで、でずーっと麻雀やっとったんですよ、難波やし。一応家は予備校行ってきますって言うて出るんですよ。ほんで雀荘行って、ほんで多分あれ1000円ぐらいくれとったんかな、その何小遣いないけど昼飯みたいなんで、ほんで雀荘直接難波の雀荘行って、でじゃ何1時間なぼか知らんけどいりますね、お金も。ほんで昼飯がその雀荘のね、下ちょっと近くにねうどん屋ありまして、今はもう微妙やね、あれですけど、ほんまの立ち食いうどん屋があってね、うどん屋と、ほんで要はありますね、こう稲荷がの稲荷とかおにぎりとかで、そこで酢うどんと稲荷、もうこれがもう昼ご飯の定番やってね、それを約ほんま1年ほぼそれしか食べてないみたいなね。だからそれうどんが100なんぼで稲荷が100円ぐらいやったんちゃうかな、多分。まあ2つでもせいぜい300円せえへんですやん。それを昼飯食べて、だとはもうずっとガーッずっとやっとって、で案の定やっぱりね通るわけもなく、ほんで今に至るみたいなね。はい、でそうそう、ほんで親父はまあその会社の偉いさんやったから、私ちょおじいちゃんも早うに死んでんねんけど、おじいちゃん持ってね、おじいちゃんはその親父の会社に、私兄貴が一人おるんですけど、兄貴か私かどっちかは親父の会社に行くんやでいうのはね、ずっと言われとったんですね。で兄貴はほんで違う道に行きよったから、頭がええもんやからね。ほんで私しかいてまいないんや。私は別にそんなそうやって入れてもらえるもんやと思っとったんですけど、全部落ちました親父です。すんまへんやけど全部落ちましたみたいな言うたらね、さよかみたいな、まあ頑張りやみたいな、いいみたいな、もうそんな入れてくれることもなく、はい、自分で選んだ道やろうみたいな、そうですはいみたいなね、そういう感じでね、思いっきり突き放されたというね、はい、そんな感じでございます。その稲荷話を言いたかったんでね、それだけの話、はい、だからね、真面目に勉強してね、親父の会社入っとったら私の人生変わっとった。
青春やよ。だから高校卒業して1年目やから19歳や。どんなにしてるんやろね。いいおっさんになってるんやん。妙に麻雀強いやつとかね。いつも女連れてくるですとかね。いろいろあった。こんな1ビットはウブいてまへんで。ということで、ゆっくり終わります。失礼します。はい、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。おいよいよおいよいよということで、ねえ高いな、なんかすっきり言うて、なんかありますやん、加藤なんやらいうのとね、漫才師ので、その司会者がそれで、で近藤春菜言うてね、あのひな壇って言えへんね、あれはなんちゅうの解説言うんかな、なんか女の子がおってやめはんねんね。ほんでそれのやめる理由が、まあ、巣立ちたいんですみたいなね、表向きは言うてやんねんけど、実際は加藤の荒い気性がどったらこったらで、前ついていかれへんどうのこうのみたいなね感じですわ。これね、ほんま当初はね、多分チラチラテレビ見てる頃やと思うんですけど、なんかこう自分の意見を言うんじゃなくて、その司会者の加藤が「お前ええこと言うたな」っていう、そこばっかり言ってたような気がしてね、かわいそうやな思ってね、そこをまず考えなあかんねんな思ってね、いやそれしんどいやろ思ってね、そのように思って見てました。ほんで、まあたまに見たらね、やっぱり同じようなことなんでね、ああ気の毒やなこの子思ってね、見てて、やっぱりそういうこと書かれてやんね。同調してもらう、同調するコメントばっかり出しとったよこっちゃね。お前そこに頭回転させなあかんでも難しいっていうことでね、まあまあね、
大変やったと思うわ。ということで全部喋ったかな。喋ったかね。あ、これや。これを飾るの忘れとった。これね。これ飾るの忘れとった。たまてファン、熱烈ファン。はい、ということで、はい、いつもありがとうございます。では失礼いたします。以上、総代。バイなら。チャンネル登録お願いします。